はい、こんばんは、どんチャンネルです。10月17日の夜。えー、今日は10月14日に見た映画の感想をいきます。タイトルは、室井信じ、破れざる者、うん。はい、あらすじ、あらすじいきますね。警察を早期退職した室井は、事件の影響を受けた子供たちを引き取り、東北に移り住んでいた。まあ、秋田ね。 周囲から冷たい言葉をかけられるも、彼は子供たちを守りながらひっそりと暮らしていた。しかし、特殊詐欺と強盗事件の犯人の遺体が山奥から発見され、村は混乱に陥る。うん、山奥って書いてあるけど、実際には、あの、室井が住んでいる、居住している家があって、 あってその前に小、まあ、っちい湖があってその向こうで発見される、まあ、室井が住んでいる家の目と鼻の先で死体が発見されるさらに室井が第一発見者なんですよね、まあ、実際にこう土を掘ったのは地元の警察なんだけど、まあ、そこでまあそういうことには室井が関わり合いになりたくなかった。 たはずなんだけど、もう関わってしまうっていうのがストーリーの特化がありなんですね。うん、解説社会現象となった踊る大捜査線シリーズの映画化第7弾の第1部まあ、第2部がね。まあ1ヶ月後に用意されております。定年前に組織を退き、東北の山奥で暮らしていた室井慎二がかつて因縁のあった殺人犯。これ小泉今日。 小泉京子が演じた、いた人ね。の娘と対峙する。えー、元広克行監督ら、歴代シリーズを手掛けたスタッフが再結集する。主演は柳葉敏郎、共演は福本莉子。これ、これが、まあ、宮崎、あ、宮崎京子じゃない。<laughs> なんで宮崎京子が出てくるんだろう。キョンキョンの娘、役。 え藤、ー、淳。斉藤淳さんってね、僕後から分かった。この人、あの、綾野剛と共演したカラオケ行こうのあの高校生役の人ね。うん、かっこいいよね。うん。竹敏夫。まあ、これが、あの、室井さんのライバル官僚の人ね。えっ、ー、と、木場克実、飯島直子。 稲森泉、石田あゆみら。石田あゆみさんってすごい綺麗な人で、街の明かりがとても綺麗ね、横浜とか歌った人なんだけど、石田あゆみさん出てたかなと思ったんだけど、あとから気がつきました。あのおばあちゃんが石田あゆみさんなんだって。この映画を見て一番ショックだったのは、もう石田あゆみさんおばあちゃんみたいになっちゃってるんだということが分かってしまった。 ことですね。一番ショックだった。うん、でね、まあちょっとここで、ここでまあ僕もオるルド大捜査船は結構見た方かなあ。テレビシリーズはあんまり見なかったんだけど、映画シリーズは結構見たんでね、ちょっとおさらいしておきますね。オるルド大捜査船、The Movie?、Uh, the Movie? えぇ、ー、ごめんなさい。すごい。英語で読み,読みそうになる。<laughs> あこれが1998年、もう20世紀末にね、 あの作られた THEMOVIE ーーまあもともとテレビシリーズだったんだけどそこから派生してその劇場版が公開されるっていう手法は今でも頻繁にや,りやってますその流れで、えー、っと映画版作られたのが1998年私が35歳の時でした <laughs>、えー、そしてその第2弾ね「踊る大捜査船 THEMOVIE2」ザザムービー2 レインボーブリッジを封鎖せよ。これがね、未だにやや破られていない邦画界で、最も工業収入が高いんで、高い作品ということで、未だにその記録は破られていません。170億ぐらいのね、工業収入があったっていうことですね。まあ、これが2003年、僕が40歳の頃かな。うん、で、その、 次、第3弾。えっ、ー、と、踊る大捜査線ザムービー3。奴らを解放せよ。これが2010年。えっ、ー、と、これ、今まで青島さんが頑張って捕まえて投獄した人たちを、なんか、釈放しろとか、あ,あの、監獄刑務所から出せとかいうくだりで、こういうふうなタイトルになったと思います。そして、まあ、ファイナル。 あれ、踊る大捜査戦ザ・ファイナル、新たなる規模、まあ、まあ、意味深なタイトルをつけてるんだけど、これが、えっ、ー、と、2012年9月7日。まあ、もう僕が50歳近い年齢、49歳の時の作品ですね。これ、まあ、これ今でも覚えてるけど、脚本がね、まあ、こんなんでいいのって素人が思うような作品で、まあ、興行収入がね、パッとしないというのも、まあ、そりゃそうだろうなと思いました。 はい。そして、スピンオフと言われる作品もあって、えっ、ー、と、交渉に増した正義。うん、増田正義かなうん、あの、祐介サンタマリアさん主演でね。この映画はね、僕劇場で見ましたよ。で、なんか、クリスマスの時のテロ事件を扱った作品で、えー、でもね、公開日が早そ々うそう5月。 うん、クリスマス時期じゃないのにクリスマスを舞台とした映画をやっていて、なんかアンまーチだなと僕思った記憶があります。まあ、ユースケさんとマリ,マリアの増田正義。うん、交渉に増田正義がね、2005年だったと。はい、そして、えー、と、容疑者、室井真司。室井さんがね、なんか、なんかこれ、官僚機構かなんかをね、なんか書いてる話だったけど、 まあ室井さんが逮捕されるっていう、青島確保だとかいうセリフがありましたよね。うん、これが2005年、うんスピンオフ。スピンオフとしては、交渉人、増田正義、容疑者、室井慎二ということで終わっていて、まあ、今回ね、あのだいぶ年が経ったんだけど、まあ、2005年後最後あ、2012年か。 うんそう。まあ、映画としては2012年、ザ・ファイナルが最後で、まあ、そこから12年ぶりにね、踊る大捜査線のスピンオフ、また室井真二さんが取り上げられました。で、来月、室井真二、生き続けるものというね、後編が上映される予定ということですね。まあ、この、室井真二、破れざるものを見た、 感想としてはね、まあ、まあ、テレビ作品のスピンオフということでね、確かに、まあ、なんていうのまあ、今までの名シーンとかいっぱいこう織り込んでくるわけですようん。まあ、テレビ局がね、まあ、ドラマを作り慣れてる手法でね、まあ、そういうのを織り込んでくるっていうのはまあ、わかるし、まあ、 今風の評論の仕方を、評論というか、感想を言うとね、風呂敷をね、思いっきり広げてるんですよ。なんで、小泉京子の娘、福本莉子さんだっけ、が、ね、室新人のところに入り込んだのか、そしてまあ、その作品の前編の終わりは、まあ、 ね、家が燃えちゃうみたいなショッキングな終わり方で終わって、まあ、謎がいっぱいあるわけですよ。なんで、ね、あの、子供たちをね、養っているのって、なんで早期退職したのまあ、劇中では、あの、青島との約束を守れなかった、どうした、こうしたっていうくだりが出てくるんだけどほ、本意としてそうなのか、真意としてそうなのか。まあ、で、あと、 事件事件については、まあ、その犯人グループの死体が発見されたということで捜査そのものは何,何の進展もないんですよ、うん、捜査本部がね秋田県警本部に作られましたまあね容疑者の写真みたいなものはバラバラって広げられるんだけどそのからくりめいたことの説明はまだ何もない。うん ということは、一ヶ月後に公開される、売れ、あ、生き続けるもので、うまいことこう、風呂敷をたとんでもらって、ああ、そうだったのか、あの長きにわたって放映された、富士のね、踊る大祖先シリーズ。そこからスピンオフで劇場版が出、劇場版がありました。さらにスピンオフで、4作品作りました。はい。 で、で決着のつけ方はこうなんですよってまあ大島は出てないけど室井さんという人間はこういう人間なんですよこう,こういう人が、まあ、警察官僚の中にいてああいう吸った問題やり取りがあって早期退職してでそ,こその秋田で住んでなぜか犯人グループの死体が室井さんの家の目と鼻の先で発見されて。 っていうことはもう全部は、ま、はてなでなんですよ。な、なんでって。そうなる自然性はないですよねって。さあ、ここまで広げた風呂敷を後編でうまいことね、たとんでくれるんでしょうかっていうところでね、まあ僕の感賞は、感賞ごはんなんだけど、まあちょっとね、 どうなんですかねっていうところをね、まあ、楽しみにしたいんです。で、えっ、ー、と、まあ、いろいろ踊るダイソーさんの資料とかをね、ネット検索いろいろしていると、ああ、そういや、僕のマドンナ、深津エリさんは、ね、まあ、本作には全く出て,出ても来ないし、名前も出ないんですよね。深津さんって今のどうしてるのかな、まあ、年齢チェックしたらもう50歳を超えてるしね、 うーんと思っていたらまあ去年一昨年ぐらい JR の CM に出たのがね表舞台に出てこられた最後ということでねまあ今現在は積極的に芸能活動してないっていうふうにねウィキペディアとかには書いてありました、うん、まあこんだけ長きにわたってさ、まあ、テレビ放映劇場公開されていた作品だからさ日本国民の多くの人がさ な何かかししらのなんかこうとっかかりがあるわけでしょ青島コート買ったぞとかさ、ね、女,女性もなんか青島コートみたいなやつを着るのが流行った時期とかもあったしね、うん、あれって何だったのって僕未だに思ってるんだけどまあそんなこんなでねまあそれぞれク、ね、イさんいかりやさんもねもうくなったしねとかさいろいろね。 それぞれのね、胸に巨来するものはね、いろんなものがあると思いますのでね。まあ、ちょっとそういうことに浸ってみるのもね、秋の夜長いいことなのかなと思いました。はい、最後まで見ていただきましてありがとうございます。またのご視聴、お待ち申し上げております。失礼します。